広もすです。パースめぐり香川さぬきこと平宮こんぴらさんです。登りきれば、そう、登りきればこの景色が、はい、こっから785段登ると本殿です。お土産屋さんで杖借りれます。絶対借りた方がいいですよ。備前焼の狛犬です。こんな感じでところどころにいろいろあります。季節もちょうど良かったです。綺麗だ。大門です。青銅大灯籠などといろいろありますが、振り返ると登ったぞってなります。五人百姓、雨降ってます。お姉さんたちが、やはり歴史があるので奉納のいろいろが多いです。かなり端折ってますが、あと少し。お、白いお馬さんだ。新馬ですね。お祭りで使われるそうです。船絡みの神様なので、このような奉納も。胃腸が大きかった。コンピラ犬、ま、そのままですね。ご主人様の代わりにお参りしたそうです。いやー、登ってきましたね。表書院です。立派なお庭がありました。ここで蹴鞠されたりするそうです。ま、休憩したくて入りました。のんびり襖絵などを眺めながら休憩しました。ラスト階段、これを上がればこの景色、登った、本当に登った。785段登りました。ちなみにこの上に奥の院があります。あと583段上がればね。行きませんでしたよ。はい、こちらが本殿です。さぬき富士かな、遠くにかすかに見えます。いや、しかし本当に登った。登れると思ってなかった。いや、登った。改めて本殿です。最新はこんぴら権現です。ん、権現、仏教ですよね。実はコンピラさんは神社と言いながらお寺だったんです。縁の恐れがこの山でコンピラ権現と出会って、ここに本殿を建てて祀ったとか。明治の後神仏釣り廃仏希釈でコンピラ権現は大物主として神社にいたり、海運の神様として御保月姫も祀られており、大物主は旦那様ですので大物主になったのかと。八坂神社の下野と同じような感じですね。まあ、とにかく明治神社になり琴平宮になりました。ですけどコンピラさんですよね。いいんです、思いが大事なんです。旅の無事をお祈りしましょう。黙々と階段を上りながら自分と神様に向かえる、そんな場所でした。きっと縄文から続く祈りの場所ですよね。帰り道で甘味どころ、お店の方々も温かく、甘くて体の隅々まで染み渡りました。そしてさぬきといえば山越、外せません。並ぶけど並ぶ価値はある。釜玉山、出汁多め、本当にバカうまです。以上、パワースポ巡り香川さぬき琴平宮こんぴらさんでした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ひろもすです。